それではいじめや不登校者の方に何かございましたら一言お願いします。はい、そうですね、やっぱり現代の子たちっていうのは、昔の人たちよりも、悩んでいる子たちとか、いじめ、引きこもり、不登校の子っていうのが多いと思うんですけども、まあ、僕たちがね、そうすぐどうこう言って解決する問題でもないんですけども、やっぱり年上の僕たちがやっぱ背中を押してあげたりとか、何か声をかけてあげたりっていうのが必要だと思うんですけども、僕には今それを、ボクシングで何かを伝えてあげるっていうことしかできないと思うのでね、僕はリングに立って一生懸命戦って子供たちに何か伝えてあげられたらいいなと思います。それでは今日の試合の意気込みをお願いします。はい、今回、久々の外人ということでね、1年ぶりの外国人なんですけども、僕の役目としては、日本人が、外国人をぶっ倒すということが醍醐味だと思うので、今日もそこら辺を狙っていきたいと思いますし、それで、会場が盛り上がれれば最高だと思いますので、そういうところを皆さんに見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。なるほど、あなたの戦闘力でできますかね。私の戦闘力は53万ですよ。